どうだい、いい場所だろ。えらく薄気味悪いとこだぜ。黒焦げの人形がゴロゴロしてるしよ。怖いのか。バカ言うな。格好の隠れ家だぜ。マネキンの工場だったって話だ。今の面てめえビビってんじゃねえよ。音量が怖くてナンパできるかっての。おめえみてえのがいるから助かるぜ。お化けの噂で誰も近寄ろうとしねえもんな。なんだどうした。こいつ俺の真似して脅かす気か。そんな手に引っかかるかよ。どうでもいいから早く女引っ掛けてこよう。まただってよ。兄貴の学校の生徒も1週間くれ連絡取れねえって。俺も知ってる。それ町出たんじゃねえの。つまんねえもん。ここ神隠しってのどうだ。賛成。おめえ好きだなそういう話。あんたほどじゃないよ。南野くん、君どう思う。単に家出じゃないかな。つまんない。もっと他にないの。宇宙人誘拐説とか秘密教団とか次元の裂け目とか。リアリティ感じないね。認識甘いよ君。宇宙人は君のすぐそばまで来てるのだよ。気に入らねえ。諦めろ。マヤちゃんは南野くんしか見えてないって。くっ。何？うん、なんでもない。すごい。失踪者か。まさかとは思うが、しかし最近確かに町の正気が濃くなっている。キューラーめ、殺すぜてめえよ。この町は俺たちの縄張りにする。ヘドキ、前に半死半生でこの町には近づかないと言ったのを忘れたのか。殺してやるぜ。俺には貴様などお呼びもつかねえ強いお方が味方についたからな。下等妖怪が一度殺されかけた相手にわざわざ報復を宣言しに来るとは、よほど強い奴の配下についたな。なるべく闇の力を使いたくないが、そいつが人間を欲し、この町を狩り場に選んだとしたら戦わざるを得ない。人間としてではなく、この町を仕切る妖怪として。今の何、まさかお化け。すごい、あんなにはっきり見ちゃってショック。最初見たのがあんなのなんて。何か勘違いしてるんじゃない。見えた。危惧してたことが起きた。俺の近くにいることで霊感が強くなってしまったようだ。ごまかしてもダメよ、はっきり見えたもん。それに思った通りだわ。南野くん霊能力者ってやつ、今あれと何か話してたでしょ。感激だわ。初めて見た時から何か違ってたもの。ずっとオカルトとか好きで、そういう力持ってる人探してたのよ。それが初恋の人だったなんてドラマティックだわ。やっぱり気づいてなかったのね。もう家に帰りなって。だってまだ返事聞いてないもん。はっきり言ってくれていいんだ。心の準備はできてるから。悪いけど。わかった、帰るね。離れるな。いつの間に、もうそこまで来てる。互角か。やばい。よくかわしたな。大丈夫か。うん、南野くんこそ大丈夫。私結構重いのに。そういう問題と場合じゃない。
いくらなんでも夢よね、これは。いい腕だ貴様のような使い手が、なぜやつ手の手先に甘んじていない。この町に奴が来ているのか。貴様、やつ手が差し抜けた打っ手じゃないのか。それで分かった。剣をしまえ。俺はこの町の先住者だ。間抜けな話だ。思ったより焦っていたらしい。ちっ、あっ、おい、妖怪やつで今の俺の力では倒せん。厄介なことになってきた。大した回復力だね。驚いた。4時間で目覚めるとは。かなり深い傷だったので勝手に手当てさせてもらった。魔界の薬草だ、よく聞くよ。ところで、寝てる時に口にしてたけど、ユキナというのは知り合いかい？その邪眼は生まれつきじゃないね。容器の感じからして最近身につけたものだ。邪眼をつけるには大変な覚悟がいる。何か事情があるんだろう。その子とやつで何か関係があるのか。ごちゃごちゃよく喋る野郎だ。手当てをしてなきゃ殺してるところだぜ。礼の代わりに忠告してやる。貴様の甘さはいつか命取りだぞ。また戦う気か。時期を待った方がいい。やつは食えば食うほど強くなる。腰抜けは寝てろ。名前くらいは聞いてもいいだろう。ヒエ。魔界の盗賊ヒエ、聞いたことがある。でも彼の剣技でもやつでには。はい、南野です。おう、クラスの田坂だけどよ、北島の親からまだ帰ってねえって電話あってよ。まさかてめえのところにいねえだろうな、こら。最悪のケースだ。同行させてもらう。腰抜けがどういう風の吹き回しだ。事情が変わった。あの女か。ほとほと甘いやつだ。お互い苦労すんな。口の減らん野郎だ、気に食わん。工場跡か。育ちの悪い野郎だ。人形に混じって食い残しがそこら中に転がってるぜ。もう一度だけ聞く。貴様が食った氷目の名前を言え。さあな、なんて言ったかな。今日女を触ったな。彼女はどこだ。これなんだ。貴様。なんでそんなにまでしてその子を探してるんだい。
様こそ人間界に救うクズ妖怪には見えないがな。なぜここにいる？それは…いや、いい。理由はともかく、俺たちは生き延びなきゃならない。でしょ。今の俺たちが奴に勝てる方法は、ただ一つだ。そこか！乗ってやれ！なんざ食ってねえ。そんな上等な妖怪一匹でも食ってりゃてめえらなんかに負けてねえ。夢だよ。覚めれば全て忘れられる。いい香り。お礼の思いも全部。無限原の花粉だな。記憶の消去か。それが彼女のためだ。名前を聞いてなかったな。覚えておいてやる。クラマだ。気持ちを告げることなくクラマとマヤの思いは途切れた。ヒエはユキナを探す旅を続ける。クラマとヒエの二人がゴーキと組みユウスケと戦うことになるのはこの一年後である。審判の門が占拠された。100人近い人質の中にコエンマやボタンもいるって。一体どうして？宗教テロです。武装教団聖聖神道。要求は2つ。人間界から妖怪の排除および結界の再設置。24時間以内に変更がない場合1分ごとに1人人質を殺していく。そして1時間待って要求が受け入れられない場合は人間界に対し異次元法の使用を強行する。乗るかソルか。異次元法？我々が神を気取っていた旧時代の遺物ですよ。霊界にも宗教対立があるとは知らなかった。しかも今も一部に自分たちを神の使いと信じている者たちがいます。はいどうぞ。ああお構いなく。いただきます。あ、霊界は天国じゃありません。単に肉体と霊魂が離れた時に行き着く場所の一つです。彼らにとって魔界の住民はただの異種族ではなく悪魔の使いなんです。彼らは人間を浄化することが神から与えられた使命だと考えています。その中で最も過激な集団が聖聖神道です。彼らは昔霊界の主流派でした。千年単位の周期で地球の気をエネルギー源として異次元法や天変地異を使い天罰と称して人間の大敗を粛清していたのです。やるならまずわしをやれ。だがそんなことで流れは変わらんぞ。我々の同志も昔似たようなセリフを言った。
だが現にお前ら穏健派に取って代わられたではないか。大竹、異次元砲にエネルギー注入の準備をしろ。はっ。審判の門の地下格納庫にあるっちゅうのか。すでに使用不能のはずでした。技師と管理責任者をはじめ内部にかなりの隠れ信者がいたのです。エンマ様の悲鳴、制度の激変、霊界住民の不安、奴らはこの木を長い間伺っていたんです。なんだこの音。地球の木が乱れてるんだって。24時間か、微妙なとこだが、なんとか人間界にいる妖怪を魔界に戻してみよう。みんな敵が図に乗る。それに革命が成功しまったら元の木阿弥だぜ。しかし多少遠回りしても犠牲者はなるべく出したくないんじゃよ。24時間もあればうまく片付けてみせるぜ。それより頼みがある。おお、何でも言ってくれ。どうやら敵は30人くらいらしくてな、人質がいなきゃ俺一人で十分なんだけどよ。わしも行きたいとこだが、オーバーワークのせいか腰痛がひどくてな。無理すんな、年考えろよ。久々にパーティー組んでやりたいんだが一人足んねえんだ。そいつ無理やりこっちに送ってくんねえか。さすが大統領権限。思ったより早かったですね。次の大会で必ず優勝してやる。ねえ、久々に燃えるぜ。それでは霊界に案内します。幽体離脱してください。急にできるか。起きながら寝るって感じですよ。さっさとやれ、時間がないんだろ。ええ、とりあえず寝てください。私が霊魂体だけを起こします。そんなこと言われても興奮して寝れねえよ。ババア、帰ったら覚えてろよ。これが内部の見取り図です。中には正門からしか入れません。外壁を破壊したり空から近づくと警報が鳴ってしまいます。あと10時間。正確な敵の人数と位置を知りてえな。敵は全部で33人。3は彼ら聖聖神道の聖なる数なんです。人質は全員5階の会議室にいる。部屋に敵は13人。他10箇所に2人ずつ見張りがいる。ガスマスク、暗視スコープ、銃も持っているな。見張りと連絡を取りながら監視カメラで常時チェックしてやがる。お手上げだな。人質の墓を注文した方が手っ取り早い。クラマ、策は？まずモニター操作が必要ですね。配線のコントロール室はここか。ドアの前に見張りがいるんじゃね。他に配線をいじれそうな場所？コードを傷つけると警報ブザーが作動します。そのスイッチ解除もコントロール室です。その前に気づかれないように建物の中に入らなきゃいけねえんだろ。だからお手上げだと言っているんだ。テレビ少しは考え。貴様もな。喧嘩すんな、もう。残り9時間。正門、異常ないか。異常なし。正面廊下、異常なし。画面モニター、異常なし。うん。会議室のモニターは 0.5 秒ごとに10箇所を順に切り替えて監視している。つまり5秒ごとに同じ場所が映し出されるってことか。あ？その5秒の間にコントロール室前の見張りを倒して入れ替わらなくてはならないですね。倒すだけなら1秒で済むが、問題はその前にどうやって中に忍び込むかだろう。それは桑原君の仕事ですよ。あれ、もしかして次元島？待てよ、おい、どこでもドアじゃねえんだぞ。都合よくあの中に切り込めるか。それ以前に次元島だってうまく出せるかどうか。ちょっと待て、奴らが何か話している。どうやら異次元砲の標的は皿屋敷氏だ。なに。まあ敵にしてみれば結界を解くきっかけになった原因、悪の元凶はユースケだろうからな。その隅か、跡形もなく消し飛ばして当然だ。
気をつけてくださいね。いくぜアミロス。大したやつ。嘘も方便ってやつですか。バカとハサミは使いようだ。コントロール室前、異常ないか。異常なし。モニター異常なし。クラマ、どのくらいかかる。すぐです。 OK、 全ての画面を録画に切り替えました。ただし再生時間は2時間ほどです。よし、じゃあ手分けして残りの見張りをやっちまおう。正面廊下、異常ないか。異常なし。異常なし。異常なし。これで全部だな。おい、見ろよこれ。解体不可能、自爆しましたってよ。メインボタンが3つもあるぜ。2つはダミーだな。間違って押せばドカンだ。仕方ねえ、直接やつらのボスに聞くか。残るは人質のいる会議室。敵は13人、1人ノルマ約3人。隙さえあればな。ドアは正面の一つだけ。人質の安全を考えたら奇襲ですね。密かに部屋に隠れて気を伺いましょう。隠れるって一体どこに、どうやってだよ。木を隠すなら森ですよ。返答はまだか。ユース、クワちゃん、クラマ、イエー。残り7時間。モニター異常な。あ、どうした。今だ。何をやってる。やれ。キャーリーケー。ノースウィッチ。見せてやる、本物の魔界の炎を。シャオウ演説核融合。おい、メインボタンの何色が本物だ。赤か青か黄か答えろ。我々の究極の教えに第三者の三択というものがある。最後の運命は信者ではなく第三者に選択させるという教えだ。神の意志には絶対、たとえ誰が自分の意志で決めたように見えても、それは全て神の意志。単純な三択だ。皿屋敷氏に向けての異次元砲発射、審判の門もろとも自爆、何も起こらない。お前が選べ。しかしそれは神の意志、必ず。おい、てめえ。毒か、魂の死すら恐れていない。マジでターゲットは皿屋敷氏か。嘘から出た誠というやつか。おい、おめえら、すぐこっから出ろ。できるだけ遠くにな。クラマ、ヒエ、クワバラ、大急ぎで人間界へ戻って知り合いだけでも避難させろ。ふざけんな、おめえ一人だけ残せるかい。俺もいいから行け。俺たちだけ安全な場所に逃げろってのか。他のやつらどうすんだ。もしうっせえな、グダグダ言ってる暇ねえぞ。もし閉じったら、こっちで俺がそいつらに何万回でも土下座したら。彼の言う通りにしましょう。事情を知らない友人やその家族も助けたいと思うだろう。任しとけって。選択問題は俺のお箱だ。
プー、バッカ野郎、残ってたのかおめえ。さっさと逃げろ、早く。プー情けねえよな。マジでビビってんだ。どのボタンを押しても発射しそうな気がしてよ。チッバカスケが、本当に小便たれだね。しょうもない、さっきの単価は嘘っぽちかい。その声は気軽に押しな、ゲンデも担いでさ。ドジ踏んだら私も一緒に謝ってやるよ。時間だ。よし、やるぜ。ちょっと待ってよ、霊界にいるのはユウスケの霊魂体でしょ。もし自爆ボタンを選んで審判の門ごと吹っ飛んでしまったら、ユウスケは魂の方が先に亡くなっちゃうのよ。あ、ユウスケが押したのは青いボタンだそうです。おめえの一番好きな色だろ、雪村。あのバカ、なんて言ったと思う。あっちが神ならこっちは女神だとよ。